い、ということでおはようございます、こんにちは、こんばんは、ありがとうございます。ということで今回はですね、ゲーミックスさんの企画に参加させていただきまして、こちらモンストでこちら今来ている月降る夜にとこしえ女神つくよみが降臨ということで、今回こちらのつくよみのスピードクリアを競うと、はい、スピードクリアってことはまあ時間で一番早く倒した順位を競うってことで今回参加させていただきました。はい、まあね、今回それで僕に投票して、もしも僕がナンバーワンだったら3000円分のポイントが山分けってことでね。もう俺はそんな投票率少なくなって別に何もないからな泣きそう。ということでね、今回は、こちらの月読みに挑んでいくわけなんですけども、まあ、2時間あるから2時間でどれだけ早く倒せるかを、まあ、頑張ってやっていけばいいと思うんだけど、オーブがね、見ていただく通り2個しかないわけなんですよ。はい、オーブが2個しかないので、合計で5回かな、5回か6回くらいしか挑めないと思います。はい、5、6回しか挑めないので、はい、その中で早い記録を出せるかっていうので頑張っていこうかなと思います。いくさ月読みでいってみますか。じゃあ月読みじゃない、神キラーの、ナポレオンでいきたいと思います。よし、行きましょう、ゴー。まあ一応ね、次の爆絶が来た時のための月読みも回収しておきたいんで、はい、まあということで早いこと倒すことでちょっと無心でやっていこう。まあ喋りながらやっていくのもありなんだけどね。よし、行こうか、早く放たないとね。はい、よし、 OK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  よし、1層目突破12秒、まだ12秒だよ。でここは、こいつでこういう感じでね、逆で、うん、でこっからだよ、こっからルシファーが使えなくなっちゃうから、こっからルシファーが使えなくなっちゃうから、ルシファーをどうにかしないとなって、ルシファーも早めに、もうルシファーは早めに放っちゃう、もうこういう戦法でいこう。ルシファーは早めに放ってくる。ほい、いやーダメか、難しいな、ここを早く突破しないとな、難しいな。ほい、よしよしよし、オッケー、爆発誘発でスピードアップ起こるから、よしよしよし、ゲージはルシファーだけだからね。もうすぐ放とう、すぐ放とう、ここか、あ、もうここか、早いな。はい、よし、オッケー、まあザコ1体残っちゃったけど大丈夫、よし、ルシファー、ポレオンは、はいはい、オッケー、オッケー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 、もう完璧ガチバでいくからね、もう完璧ガチバガチバ、新記録を目指して、次だね、あ、こいつか、よし、 OK、 ギリ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 倒すか、もうボス狙いだ、ね、よし倒した、 OK、 よし、早いんじゃない、結構早いんじゃないの、結構いいよ今んとこ、1分58秒、ボス戦でもう一瞬で勝たないとね。もうここはルシファーはもう何もできないから、すぐ放ってしまう。ここはザクを倒していく。はい。よし、オッケー。よし、オッケー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 。危ない、危ない。遅いからな。はい。よし、オッケー。で、ダメージを、オッケーです。ここだな。あー、ザク同時に倒せるかな。ほい。よし、オッケー。で、ルシファーだな。これは、ザク同時に倒すしかないよ。あー、倒せんかった。アビリティロック食らわないで。あー、食らっちゃった。これは、ロスだな。これはロスだな。アビリティロック食らっちゃった。早く放つことを意識して、早く放つことを意識しすぎて逆に下手くそになっちゃうパターンもあるからね。もう画面しか見てない、もうカメラ全然見れないわ。うわー、重力バリアなやつばっかり復活しやがって、この野郎。よいしょー、倒した、全然倒せないな。
よし、オッケー。よし、もうこれで倒すか。もうこれで倒しに行こう。これで倒しに行きます。はい、よし、オッケー。よし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 、オッケー。さあボス、3分46秒、6分台目指したい。6分台、せめて6分台目指したいっすね。よし、で照明削り、はい。あ、やばいな。まあまあ3体は倒した方がいいか。でこっからもうルシファーが無双してくれるんで、こっからはもうルシファーがね、重力バリア一切ないんで。よし、いけルシファー、いけルシファー。よし、エナさん、いいね。ルシファーいいよ。こういこう。よし、いいね。よし、いいね。もう倒したい、倒したい。あー、倒せんかった。もったいないな、これ。今の縮めれたらもういいよ。ほい、よし、オッケー。いいよ、今んとこ早いんじゃない。スピードアップ取らないで。よし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 。これで今何分？4分49秒。微妙だな。わかんないな。早いのかどうなのかもわからない。で、ザコ倒す。あー、やばい。全然倒してない。やばいでやんす。よし、こんな感じでどうだ。で、ここは。はい。スピードアップ使って、いいね。もうここ撃っちゃうか。撃っちゃおう。よし、撃て。よし、強い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 。オッケー、めっちゃ強い。いいね。いいよ、強いよ強いよ。順調順調。いいんちゃう。まだ5分、まだ何分だ今。5分40。あ、6分台いけるかな。6分台 いけるかな。撃ちます。いけいけ。よっしゃい、いいよいいよいいよ。でルシファーも放つ、ルシファーも放っちゃう。いけ、ストライクショット、ドーン。いいよいいよいいよ。よし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 、これで決めちゃえ、これで決めたい。よし、いけ、ストライクショット、オッケー。めっちゃ早いんじゃん。え、めっちゃ早いんじゃん。え、1回目でめちゃくちゃいい感じじゃない。 めっちゃ早いんじゃん。え、めっちゃ早いんじゃん。あー、落ちなかったし。え、めちゃくちゃ早いんじゃん。6分33、新記録。え、ちょっと待って、めちゃくちゃ、え、いいんじゃん、いいんじゃん。え、いいんじゃないの。まだだけど、縮めれそうだけどね。まだ縮めれそうだけど。え、早いんじゃないだ、意外に。え、もうこれでいいかな。全軍、いけ、敵艦隊を駆逐せよ。はい、普通に倒せましたけど、落ちんな。一体も落ちないな。記録が9分50秒。これでも早いと思うけどね。ちょっとツイッターで調べたところ、あのロミオの SS がチェーンメテオなんですよ。でそれをボス2層目で全員に当てれればワンパンらしいです。だからボス1層目でも即死技全部使った、もうストライクショット全部使っちゃって、ストライクショット全部使っちゃって倒しちゃって、ロミオで、あの全員に当てれれば、もうそれで勝ちらしいです。ちょっとそれをね、目指してやってみようかな。いくぞ。運極ボーナス来た。これで倒さんと。あー、
た。負けちゃったんで、今回のベストタイムは6分33秒89ということで、はい、オーブ1個ね、1個は残しておきたいんで、何かあった時のために1個は残しておきたいので、まあ、今回はこれで終わろうかなと思います。はい、まあ、他の参加者の方は下の説明欄の方に載ってるので、ぜひとも見てください。で、ね、この動画が上げられてる頃にはもうみんなも動画多分上げてると思うので、みんなの動画見てどれが勝ったんだろうってことでね、みんなの動画見てみてください。はい、で僕が勝ったことを祈って、もう俺が勝ったことを祈って、もうこれで終わりたいと思います。お疲れ様でした。お願い勝っててください。お願いします、お願いします、お願いします。俺もポイントもらえるからね、うん、俺自分も投票してるから自分もポイント欲しいから、お願いしますってことで、お疲れ様でした。さよなら。あー、こんなんでいいかな。あー、もっと面白かった。くっそ。チャンネル登録よろしくね。プリーズサブスクライブ。